主イエスキリストを褒めたたえます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今、使徒行伝の10章に出てきましたけれども、今日はその前半ですね、21節の言葉をキーワードにして、後半というよりも前半を中心に学んでいきたいと思っています。今日は、母の日なんですね。でマダーズデイですけども、これは世界中一緒です。で、今日は愛参加をする予定でありました。母の日ということと同時に5月の愛参加をですね。ところが、ジョイ牧師のお父様がですね、5月10日金曜日の午前0時27分に天に召されて、いろんな都合で昨日が伝夜式、今日礼拝終わった後、もう午後1時から明日はすぐ飛んでいかないといけないんですけども、告別式が行われることになりまして、それで、急にですね、今日予定されていた、愛参会を来週延期することになりました。通訳しなくて大丈夫かな、川村さんが英語できるけどなそれで、ベリーソーリー、外国の方がですね、今日の愛参会のために差し入れを持って朝の礼拝にいつもインターに来てるのに来てくださったんですね。ちょっと連絡が行ってなかったので、金曜日だったんで、当初は金曜の夜に伝夜式で、土曜日に告別式があったので、ちょっと変わったんでですね、でちょっと緊急だったんで、本当に申し訳なく思います、ね、ご了解していただきたいと思います。それで、で今日はあれないんですけども、ただ母の日であることは変わりがないので、ちょっとね、皆さんお母さんがいらっしゃると思います。もうお母さんが天に帰った方もいらっしゃれば、幸いまだ生存中の方もいらっしゃると思いますけれども、こういう機会にね、母の日っていうのは、こういう会に日本人はなかなか、愛情を言葉に出して言うというのは得意ではないのですね。こういう機会にぜひお母さんがいらっしゃる方は、お母さんに感謝の言葉を伝えてほしいなというふうに思います。それともう一つはですね、もしも天にすでに帰っている方がいらっしゃったらね、直接亡くなった方、亡くなったという表現好きじゃないな、天に帰った方と直接話してはいけない、聖書は死者と話してはいけないと書いてあるから。しかし神様を通して伝えることはできますし、そしたら向こうからいつもとは言いませんが、返事が返ってきたり電話が来たりすることは本当にあります。ですから、神様にですね、お母さんに伝えてほしいということをですね、ぜひ伝えてほしいというふうに思います。で、中にはお母さんに本当にありがとうってね、母親に特別になんかこと言わなくても、一言心を込めて本当にありがとうってね、お母さんの子供でよかったよって心からね、伝えてほしいと思うんですね。でも正直に言うと、そう思えない人も中にはいらっしゃると思うんです。で、それはきっと理由があるでしょう。で、それを無理に言うという気は全くありません。祈ってください。お母さんにも人生があって、お母さんにもいろんなことがあって、あなたがどうしてもお母さんにありがとうって言えないような、そういう状況にならざるを得なかったことがあったんだと思います。それを無理に別れとも言いません。祈ってください、ね、お母さんの通ってきた人生、痛かったこと、苦しかったことが私が分かるように神様教えてくださいってね、そうすると神様が教えてくださいます。で、本当にそれが分かってきたら、心からお母さんにありがとうっていうようになってきますのでね、ぜひ祈ってほしいと思います。で、もう一つ、私は個人の働きをしてますので、お母さんがいない方、わからない方もいらっしゃると思うんですね。父なる神様でお母さんいないじゃないかって言うでしょうけども、父なる神様にそのことも感謝しましょう。神様が父親の役も母親の役もして、そして教会を与えてくださっているので、感謝してほしいと思います。きっと神様が本当に素晴らしい愛を持って、ね、答えてくださるからですね。こういう日を機会に、ぜひね、お母さんに感謝する時を本当に持ってほしいと思うんですね。母親っていうのは、なんかいっぱい物をもらうっていうのも、もちろん嬉しいでしょうけど、子供の本当に心からのありがとうっていうのをとっても喜びますので、それをぜひね、伝えていってほしいと思いますし、そのことをね、天に帰ってる方は、神様に伝えといてくださいって言ってください。返事が返ってきますからね。生きてる時に言ってほしかったとかねでもね、お祈りしてるよとかですね、それは人によって違うでしょう。本当に帰ってきますからね、ぜひ祈っていってほしいと思います。はい、それでお母さんたちがいると思うので、今日愛参加ができなかったんで、祝福をお祈りしたいと思います。立ってくださいなんて言いませんので、今からお祈りしますの で、自分が母親でない方はね、母親に心を向けてお祈りしてください。お祈りします。天のお父様、マダーズデイ、
この母の日をあなたが5月の第2日曜日に1年に1日定めておられることをありがとうございます。意味を持ってそうされたんだと思います。あなたは私たちにお母さんを与えてくださってくださったことだと思います。産んでくれたお母さん、育ててくれたお母さん、同じ方もいれば違う方もいると思いますが、その一人一人を本当に心からありがとうございます。神様、どうぞここにいるお母さん一人一人にあなたの手を伸ばしてくださって、母であることの喜びと祝福を豊かに注いでください。母であることの十字架や痛みや苦しみも当然通ったことがあるでしょうし、通ったこともあると思いますが、皆様そのことを全部益にしてくださる主が、本当に母でよかったと心から思える神様からの祝福と報いを豊かに添えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの宮によって母であることの祝福を霊的にも実際的にもどうぞ100倍、60倍、30倍豊かに表してください。キリストその名によってお一人一人のお母さんに母であることの祝福を、今100倍の祝福を宣言いたします。あなたがそれを豊かに表し導いてくださることを感謝します。子供さんとの間にあなたが豊かに働いて、その恵みを具体的に表していってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。神様に向かって心から賛美しましょう。詩編98編75番からですね、賛美していきたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。座ったままでも結構ですので、心から称賛美しましょう。お願いします。新しい歌を主に歌う、主は屈しい技をなさった。その右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に遣わされた。主はイスラエルの家の恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。主に喜び叫べ、大声で叫び喜び、歌い褒め歌を歌え。たてごとに合わせて主に褒め歌を歌え。たてごとと歌の調べに合わせて、ラッパと角笛の音に合わせて、主である王の御前で喜び叫べ。海とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものよ、鳴りとどろけもろもろの川よ、手を打ち鳴らせ。山々もこどって主の御前で喜び歌え。確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。10番レッスン。イエス様が大好き、イエス様が大好き、イエス様が大好き。さあみんなで歌おう。レッスンレッスン、僕らの救い主
ハレルヤ、ハレルヤ、喜び踊り歌おう。イエス様が大好き、イエス様が大好き、イエス様が大好き、さあみんなで歌おう。Blessing, blessing, 僕らの救い主、ハレルヤ、ハレルヤ、喜び踊り歌おう、喜び踊り歌おう、ハレルヤ。9番のスマイル。あなたの笑顔は輝いてる、喜びがいつも溢れている。主はすべてのことを益に変えて、どんなことも祭で表される。スマイル、悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、スマイル、どんな時もただ信じて、いつも笑顔で。あなたの笑顔は輝いてる、いつも溢れて、主はすべてのこと益に変えて、どんなことも祭で表される。スマイル、悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、スマイル、どんな時もただ信じて、いつも笑顔で。スマイル、スマイル、悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、スマイル、どんな時もただ信じて、いつも笑顔で。62番、ガドラード内を賛美して礼拝に入ります。我が魂よ、主を褒む。我が内にあるすべてよ、聖なる皆褒む。すべてのもの皆讃えよ。栄光まれ賛美は常しえに、主のもの我が魂よ、主を褒む。我が内にあるすべてよ、聖なる皆褒む。すべてよ、
栄光まれ賛美はとこしえに主の思い栄光まれ賛美はとこしえに主のものあれらばらばらさんであれらば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 らさん霊と誠をもって私を礼拝し私を褒めたたえ続けなさい。それがあなたにとって簡単な日もあれば、正直に言って困難な時もあるでしょう。出前する子よ、今あなたは霊と誠を持って私を褒めたたえなさい。どんな困難な状況であったとしても、あなたがそこで私を褒めたたえる時、私はそこに私自身を与えていこう。私の中に全ての解決があり、全ての勝利がある。愛する子よ、私を褒めたたえなさい。霊と誠を持って私を礼拝しなさい。私は私自身をあなたに与え、そして全てのことに対する勝利と解決を豊かに表していくと主は仰せられます。このあらゆる場合に礼拝を捧げていきなさい。この礼拝することをやめてはなりません。この礼拝を成し続けていきなさい。あなたの思いをはるかに超える不思議が、この不思議が起こってくると主は言われます。このあなたの目にこれが神なんだと分かるこの働きが始まってくると主は言われます。確かに戦いがあり攻撃があり敵の攻撃が許されています。しかし愛する子よ、私の許しの範囲でないしかないことを覚えなさい。あなたが私に心を向け私に寄りすがるとき、すでに勝利はあなたの手の中にあると主は言われます。敵ばかりを見て恐れたり、あるいは諦めたり逃げたりすることをやめて私に目を向けなさい。あなたが私に目を向け私にすがるときに、あなたは自分でも驚くほど豊かな聖霊の助けと力を受けていくでしょう。騙されてはいけません。私があなたに与えたのは勝利です。私にある勝利です。そしてこれは決して動くことがない。どんな激しい戦いや困難の中でさえ私の勝利は奪われることはないと主は抑えます。愛する子よ、しっかりと立ちなさい。私の言葉は常しえに変わることなく、あなたを勝利から勝利、栄光から栄光へと導いていくと主は仰せられます。この神は人に永遠への思いを与えられた。この永遠に目を向けて歩んでいきなさい。日頃考えたこともないこの永遠という世界に関して、礼拝のただ中でこの永遠に目を向けて心を止めて進んでいきなさいと主は言われます。8番、あなたを愛します。あなたを愛します。心からあなたを、あなたを愛します。私のすべてを持って、あなたを愛します。ただあなただけを、あなたを愛します。いつまでもずっと、あなたは私のために、十字架で命捨てられた。激しい苦しみ痛み、黙って背負われた。
ずっとあなたを愛します。あふれる感謝を持って、あふれる感謝を持って。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。今日はインターネットで、南九州大会の時の特別賛美を聞きましたけれども、三井の祈りの特別賛美をありがとうございます。また集われた人一人を心からありがとうございます。インターネットで礼拝されている人一人をありがとうございます。長崎エルサム教会の主任牧師であられますイエス様が、日本中世界中で牧会されている、数千数万数十万数百万の主の民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。どうぞ聖霊様が御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださって、励ましや慰めや導きを与えてくださり、神の言葉によって私たちを生かし導いてくださり、約束された100倍60倍30倍の祝福を具体的に見ていくことができるように導いてください。イエス様、あなたの前にへりくだります。語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエスキリスト、あなたを心から愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。